て落ちるっていうのは、一応若干メタ入ってしまうんで、できるだけ下げてほしいですけど、まあまあ、しょうがないんで、まあ、たまつに頑張ってって言っといてください。他に何か質問ある方、今いらっしゃいますか？じゃあ始めていきましょうか。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。はい、SG1 の村人は残して白狼を釣りたいです。SG1 の狼を釣って、白い村人を残したいです。まあ、SG も白も要はね、要約すると村を残して狼を釣るって言ってるだけですね。SG 残すって聞き間違ってんね。SG の村は残す。人狼は釣る。うん。SG は2種類あるってことね。訳すかし流行ってますね。囲いで狂人が住むらしいをして噛まれないようにするとか。狼が訳すかすとか。だからもうね、片城で訳すかすっていうやついたらみんなで釣ろう。うん。その時だけはもう条件的にね。条件付きでね。行ってもいいと思う。基本片城はあぐら書いていいと俺は思ってるけど、発言がいかに伸びようが、訳すかししたら行こう、みんなで。グレーはもちろんのことだけど。あとは柱発言とかもうすべてのスラってマジで必要ないと思ってる、このゲーム。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。2番さん白です。2番さん白を把握してください。うん。ごめんなさい。2番さんの発言途中からしか聞いてないんですけど、まあ、2番さん占い出てないですよね。出てない体で進めるんですけど、霊能者さん1周目で出てきてもらいたいかなと思ってます。一角したいんで潜伏とかしないでください。で、対抗で出てきた場合、占いが。対抗で出てきた場合、まあ、その人の発言を聞いて精査していきたいなと思ってます。まあでも、霊能に CO だった場合、僕、霊能って信教だと思ってるんで、グレー詰めしたいんですよね。理由としては、霊能者さんに仕事させてあげたい。グレーで黒を釣ることによって、僕の対抗を釣れば、まあ、新郎信教っていう、まあ、線が追いやすくなるんじゃないかなと思って、まあ、そうした場合、僕のロラって飲めるんですよね。僕のロラっていうか、僕釣りも2日目で飲めるんで、今日はグレー詰めっていう形で言ってもらえばいいかなと思ってます。4番。のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。霊能者です。霊能者 C を把握お願いします。3番さんが占い C を2番さんに白を把握してるんですが、3番さんが新占い目線だったら、まあ、新航路の違いなんですけど、私霊能なんですけどね、村人だったら霊能に C になった場合って新境で出ているんだろうけれども、どっちが真偽がつかないときには、レールが安定だと思います。そして占い師さんを1日でも、真の占い師を1日でも長く生かして、1日でも多く占いとか、そういう視点を落として、決め打ちに備えるっていうのが、真占い師の目線かなって思っているから、今のところ3番さん、んって思ってます。2番さんについては、訳すかし流行っているので、片城でも釣っていこうとか、ちょっと、まあ、突飛なことを言うなっていう印象、もちろん自分でも言っていたけれども、まあ、2週目ちょっと、なんだろう、発言聞きたいなと思ってます。霊能者です、お願いします。5番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営でした。3番さん偽なんじゃないかな。2日目にボックスに飲めますっていう真の占い師なら、言わないことを言ってるし、
死ぬ占い師であれば、2日目生き残っとるっていう、自信もないですし、3番さんって先のこと考えすぎだから盤面見えてんのかなって思いました。はい。4番さんが言ってくれたんですけど、レイロラって、レイロラって真偽がつかない場合、レイロラするんですか？霊能にしようで、真偽がついた場合はグレーっていうこと、グレーからいくってことですか？6番のプレイヤーが発言します。はい、占い五四郎ね、五四郎。で、一曲三番さんってさ、思ったんだけど、今日はグレーズリーって言うけど、ね、今日三四郎の番、占い三四郎番目は考えてなくね。そうなると。これ三番さんの考えっていうのは二四郎番面であって、占いの。で、かつ、三四郎番面のことを考えてないんですよ、一つ目。で、まあ、さっき言った通り、五番さんも言った通り、もう、要素としての一つです。まあ、そこは、割愛させてもらいます。で、なんていうのかな。まあ、あとはもう要素を拾っていきます。占い師も決めて要素を拾っていきます。で、あとは、まあ、僕の考えではもう脳死、霊能、霊能が2勝になった場合は脳死で霊能を釣り切ります。僕はね。考えずに釣り切ります。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、もし、まあ、なんか、例の2枚出てくることを言っているけども、それに関しては、俺別に今触れる必要はないと思っていて、そういうことで議論になるっていうのはいいんだけども、もし、例のが2枚出てこなかった場合って、1周目の発言って結構無駄に近いことになるから、この先の人に関しては、そういうことは触れないでいいんじゃないかなって思いますね。でね、6番の、多分その5番の要素の、一つとして、そういうことを拾っていたんだけども、6番って五四郎だよね。まあまあ、その過程でごめんなさい、話すんだけども、5番が今日なのであれば、明日生き残るっていう判断は結構厳しくないですかね。まあ、確かに新目線ではないのかなって思いましたけど、ただ、それは、ロー目線であって、狂人だった場合って結構噛まれる懸念もするから、囲いが発生しなかった時って噛まれる。8番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、7番さんが今言った、その22だったら同行理論は、もうどうでもいいっていうのは、いいこと言ってるなと思いました。まあ、別に新要素にも異性要素にもならない話だから。とは、だから7番さんがちょっと印象いいなぐらいですかね。まあ、3番さんについてなんか、本当余計なこと言ったなと思ってますけど、はい。ほぼ真で終われてないですもんね、今ね。どうすんすかね、3番さん死んだったら。っていう、なんか不安があるなぁぐらいですかね。はい。まあ6番さんが言っていた三四を懸念がないからっていうのは別に偽要素じゃないかなと思うから、その叩きはあんまり、まっとうじゃないかなとは思いました。ぐらいかなぁ。まあ2番さんについては、まあ人狼を釣りたいっていうのを、まあ普通のこと言ってるなと思いました。7はちょっと印象いいかなぐらいです。9番のプレイヤーが発言します。87が印象良くて、36は両方とも印象悪いかなっていう感じですね。まあ、サマさんはいろんな人に責められてるので、まあもうその通りだなっていう感じですね。まあ具体的に挙げるなら、霊能早めに出てほしいみたいなのって、早めじゃないや。一画したいから一周目出てほしいっていうのは太鼓の占い師のこと、ちょっと考えなかったのかなっていうので、ちょっと、やや狂人目で置いてますかね。あと4番さんの方がすごい霊能師としての発言をしていたので、多分対抗出てこないんじゃないかなっていうふうに考えてますね。5番さんは白刺さっていて、まあ一番僕的に視点合うので、まあとりあえず釣り先ではないだろうなっていう感じですね。まあ2番さんは結構独特な進行論なんで、ちょっとその進行論に外れた進行を取るようならちょっと怪しくなってしまうのかなっていう感じですかね。2周目1ですね。まあこんな感じですね。以上です。1番
のプレイヤーが発言します。占い師です。占い師ランダム白は9番さんです。9番さん発行お願いします。まあ、今自分考えてるのはね、やっぱ3が真じゃないっていうね、みんなの目線合ってると思う。いやでもすらはある、ワンチャンあるんじゃないかなと思って、霊能すらね。で6が偽、完全にね、だから6ローかなと思ってる。で3がすらなかったら今日かな、6ローの3強でラスルなんだけれども、難しくて、いや7、8ともに3叩いてたんだよね。そこでちょっと2周目聞かないと分かんないんだよね。4番さんも3叩いてたか。ちょっと難しいねこれ。2周目ちょっと場面決まって。2番のプレイヤーが発言します。はい、3周目ですか。そうですね、ちょっと困りましたね。マークをね、1番の占い先につけたんで、1は9でいいのかな。ということはですね、5、7、8、9にいるってことですね。1、9でしょ？1は9だから。まあ、グレーから言ったらいいじゃないですか。俺は精査つかないから。1、3、6の精査つかない。3が残念なシーンかもしんないし。まあ、例えば囲いの線を追うなら5、9でいいでしょ。占い幅狭めたら、その代わり明日から決め打ちっていう戦いになるけど。まあ、するんだったらまあ初日に芯を釣らないゲームだよ、3しようって。平気な感じで初日に芯釣る人たちが多くてさ、合計取ってる？ 10 回中何回自分が初日芯に入れてるかどうか。10回に5回ってもうマジでもうグレーに入れとけっていうか、投票放棄しろってレベルだからね。そんな半分に2回に1回、芯に入れるような人ってもう放棄していいから。する権利ないから。せめて10回に1回とかだよ。芯釣ってしまったとかっていうのは本来は。少なくても10回に2、3回のペースでやってくんない？もう。芯釣られるのが何回も何回もあるんだけど。もうとりあえず怪しいやつに入れたら。3番のプレイヤーが発言します。ごめん、あのね。こんなシーン嫌だって思うかもしれないけど、5番さん、6番さん、7番さんの発言聞きたいんだけど、6番さんが俺の対抗で出てきたのかな。6番さんってどこにしろって言った？もう一回教えて。で、1番さんが、まあ、1番さんの偽要素言うと、1番さんって、さっきみんな聞いてたと思うんだけどさ、まあ、3番さん、真の占い。じゃないんだけどって言ったらわかる。真占い師だったら真の占い師じゃないんだけどとか言わないでしょ。まあ一番強人だろうな、発言からして。まあ6番さんが5番さん占ってるってことは、俺初日学校いないと思ってるから5番さんは白く見ます。これ安直だけどね。まあ発言精査、単体精査しっかりしていきたいなと思うけど、5番さん今日弾くかな。で2、4、5弾いたら残るのが7、8、9か。あ、俺のこと新決め打って、7、8、9、今日言ってほしいんですけど、7番さん、8番さんっていうのは、共に俺のことを叩いてると。でも占われてもいいってことだよね。で、ってことはだよ。ってことは消えてくんのって9番なんだよな。9番さんって占いって全然、入ろうとする発言はしてないんだよな。まあ、俺、決め打ち無理か。無理か。無理か。まあ、2番さんのね、進行にね、乗っ取っとけばね、勝ちますから、2番さん白出てるんで、はい、強靭ないと思います。進路路ないです。4番のプレイヤーが発言します。進路路ない？なんで3番さん目線進路路なくなるの？だって3番さんって2に白見えてるだけだよね。1、3、6めっちゃわかんないけど、1番さんも偽だと思うかな。1番さんって、3番スラ警戒の4偽っていうところを追おうとしていたから、ワンチャンスラ警戒して出てきた人外かなって1番さんのことは思ってるから、まあ、もちろん2周目の発言聞くけど、まあ、私は言いません。
3、1、3、6、どこでもいいです、みんな。それぞれ入れてください。で、私、必ず釣り切りますね。言っときます、必ず釣り切ります。その視点としては、2番さんが強靭かなと思っちゃったから、今日目線。2番さん目線、今日グレー行くんでしょ。白釣れちゃったらどうするんですかね。白釣れちゃったらどうするんだろうって思ったことから、新郎ローワンチャンあるかなって思っていたところ、3番さんが、なぜか新郎ローはないって言っていたから、謎と思った。で、一応、3番さんが狼ならば、3号ないかなと思ってる。5番さんが、その位置で、初週で5番、3番さんに殴っていたから。それと同様に、6番さんに対しても、8番さんが、まあ、なんだろう。若干殴っていたから、6、8はないのかなって印象はありますね。で、7、8はそのままフラット。9番さんについては一番色が分かんなかったかなと思ってる。7、8、白置き、5番さんも目線が合う。まあ、1番さん発言なかったですけど、9番さん目線ってどうなってんですかねって思ったかな。3、6しか出てなかったけど。どっちのことも分かんないって言ってたけど、一番色見せなかったのは9かなと思ってる。どこでもいい。5番のプレイヤーが発言します。でも3でいいんだって。3行こうぜ。3号あるわけないじゃん、4番。何言ってん、ほんとに。何言ってんの、この人、ほんとに。釣り切りとか言ってるし。3、1、6、すべて釣り切るんですか、あなたは。釣り切るってが、霊能に紙が入るんじゃないこれ。霊能に紙が入った場合、どうなるんだ。だから一番も三のすらなんかないこと分かってるだろう。三って真、おわ、ローじゃない。違いますか？なんで3ってそんな決め打ってほしいの？シーンって。どこにその発言があるんだよ。なんだよ、1の3のすらって。ねえよ、そんな。ないだろ。はい。いや、今日は3でいいと思いますよ。はい。6番。のプレイヤーが発言します。はい、あ、1さんどっちかでもいいんですけど、ちょっと一言。7番さん、俺が言ったのは、おー、ありがとう、久しぶりです。7番さん、俺が言ったのは、5番さんに俺はもうその要素として言われちゃったから、もうそれは割愛させてもらうよって言ってるだけであって、別に僕5番に触れてないから、はい、それだけです。で、あと、一番のクレオソとして、まず、3のスラを追っているのであれば、たとえスラがあるとして考えるのであれば、3番さんばっか追ってたけど、6のスラ追わないんですか、あなたは、と思いましたけどね。で、あと一つとしては、で、3番さんが言ってた発言が、新郎炉の線はないって言ってたけど、あなた視点だった場合っていうのは、普通新郎炉もあり得るわけなんですよ。うん。低確率でね、かなりの低確率、レアケース、レアケースとしてはあるべきなんですよ。で、あと一つとして、2番さんが言ってたんだけど、なんだっけ？あ、ちょっとおかしい発言があったんだけど、なんだったかな？やばい、これは思い出せない。これ2日目にあげるわ。ちょっと思い出すから。って感じです。で、あとちょっと霊能に突っ込みたいんだけど、霊能に突っ込みたいんじゃないわ。霊能が言ってるのって、もし、白白が出た場合、騎士が死んだ場合って色が見れないから、そのままローラしちゃってくださいっていう発言なんじゃないんですか？簡単に言えば、ね。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。現状ね、9番が、当たり障りのないことを言って、あんまりヘイトを変えたくないように、言うような動きに見えたから、9番ロジックで考えたときは、まあ、1番が偽になって、
ただ、しょっぱなから書こうかな。うん、だ俺そういう考えになったら1番っていうのはあって強靭かなっていう考えですね。理由としては、もし1番が、今あまり発言強くない人物で、1番がもし釣られた時って、黒で、残りの2枚が残っている状況下で、どっちかが、急に、黒を打った時って、その時点で終わっちゃうから、うん、1、9はないんじゃないかな。ただ、俺、現状9が黒く見えてるからこそ、1強で、3、6のどっちかに人狼いるんじゃないかなっていう目線なんだけど。3番が結構謎すぎるんだよ。人狼路ないとか言い切れるところとかも。うん。2番、3は、なんだっけ。ずーっとなんかグレーから行きたいって言ってたんだっけ。グレーからは、ただね、2番がローだった時、グレーから行ったら、もし9打ちが起きた時って最終盤面自分の首を絞めることになるから2番結構。8番のプレイヤーが発言します。そうですね、まあ、6番さんについては、まあ、対抗の偽要素をまあ、いっぱい上げてくれるっていうのは、まあまあいいけど、グレー精査をしてくれた方がいいなと思いましたね。なんかあんまりだったかなと思ってて、3番さんについては、まあ、もう2周目も全然新っぽくないなと思ってしまったかな。何故、新道路は絶対ないのかっていうのはね、まあ当然だし。何もよくわかんないっすわ。いやー、むずいなぁ。で、5番さんについては釣り切りが嫌いなんですか？白を釣っちゃった場合は釣り切りでいいんじゃないですか？黒だった場合釣り切りしたくないってこと？よくわかんないっす、そこは。はい。うん。どうなんでしょうね。いやー、むずいなぁ。7番さんはあんまり引っかかってるところがない。9が黒く見えているときに1、9はないだろうなっていうのは、まあそうですよね。はい。三四四番面で初日囲う意味ってあんまないと思ってるんで。まあ二番差については何なんですかね。三四四番面で、真を釣られる場面にただ遭遇してきて、心底うんざりしているのか、単純にわけわかんないのか。ああ、どっちかですよね。わかんないっす。はい。いや、むずいな。むずいな。まあ、一番さんの発言も聞いて、偽っぽいなと思ったところ入れます。9番のプレイヤーが発言します。一番さんがちょっと迷っているようだったので、ちょっと助言するんですけども、要するに7番さんっていうのは、9が黒く見えるから、で、初日囲いの線は薄いんじゃないか。なので、1はあって今日としてみる。なので、1は今日釣らないってことなんでしょ？黒から釣っていくんでしょ？だから、7番さんっていうのは、3、6のどっちかから多分釣るんだと思うよ。おそらくね。俺はそう思った。はい。で、3番さんに対して、どの色が見えてるのかみんなちょっと言ってほしい。俺はとりあえず陣外でロックしてるよ。で、これが黒で見えるのか、強で見えるのかで、どこ釣っていくのかって変わってくるじゃん。はい。で、占い師は、俺1が一番締め高いと思ってるよ。で、もう4番さん新連覇だけど、本当に意味わかんないんだけど、クロストするのか、全釣りなのか、なんか、そこら辺もちゃんと意見述べてほしかった。もうそこら辺の怒りがちょっと5番さんとめっちゃしてあうんで、もうなんか5番さん、もうやや白弾きだね。絶対とは言わないけど。で、1番さんっていうのは、結局、6番、間違えた。3番さんがスラするかもしれないから、2、2番目になるかもしれないからっていうことで、新占いとして、そういう記号をしてたんでしょ。で、1番、このグレーの中の黒を探そうとしてたのは1番さんだと思ってるよ。思ってるっていうか1番さんだね。はい。6番さんは1周目は別に悪くなかったけど、2周目はずっとあやふやしていたのと、なんか霊が白白見えるっていう発言が本当に意味わかんなかったと思っていて、もう、俺的には正直1、3、6だったら圧倒的1から、1が死んだなっていうふうに思ってますね。俺は3がローあるかもって思って3からいきます。以上です。1番のプレイヤーが発言します。僕がだから3のすら折ったのは怪しまれてるけど、発言を思い出してほしいんですけど、
さんはね、霊能は一周目に出てって言ってるんだよね。これ結構布石としてレースラであるからね、僕その点を追ってしまったんだよね。いや、自分でもね、ちょっと潜伏して確かめたかったんだけど、あんま意味ないんだよね、ラスポジだから。それで、まあ、9四郎分かってるからね、3郎で追うんなら6強。9番さん、1周目7、8番さんを白置きしてて、7が2周目で9黒いって言い出したんだよね。だからその辺気になってて、その黒要素もヘイトを買いたくないっていう、それだけのね、ちょっと不当な殴りだと思ってるよ、僕は7番さんに関しては。3ローもあるなら3から釣ってほしいかな、僕的には。3釣って色見てほしい。4番さんは釣り切り発言だったような気がするけどね。そこはちょっと9番さん把握漏れてたけれども。まあ3、6どっちが超強ローかわかんないんだけど、まあ、3が3 CO ないって言い切ったのはどう見ても見えてるんだよね、これ。だから3は絶対人外って分かってもらえたと思う。まあ、占い値は言わないけど、ちょっと気になってるのは7番さんかな。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。1番のプレイヤーが発言します。ちょっと待って、9番さんも僕に入れてるの。954が1か。なんて言ったらいいんだろう。だから3は 3CO ないって言い切ったでしょ。絶対に言えてるよね。で4番は釣り切りって言ってるよ。間違い、いや僕聞いてたよちゃんと。で、僕が3のレースラーを疑っ、3レースラーあるかもって言ったのを疑ってるんだろ。だから布石打ってるじゃん。レイは1周目に出てって言って、対抗を出るように流してるっていうところね。そういうのやるからそうだなと思ったんだけど、スラがなかった。3行ってほしいけどね、ちょっと僕、今日釣られたら全くわかんないからね、申し訳ないと思ってる。3言ってください。3番のプレイヤーが発言します。大丈夫か1番、ボケてんじゃねえか。1番さんってあなた信用ない人ないの？俺が対抗出てって促してる真の占い師ってこと？何を言ってんだよ、1番さんは。一番さん目線って俺が偽なんでしょ。なのになんで一番さんの口からさ、対抗出てって促してる。対抗出るに決まってんじゃん、俺が偽だったら。やばいよ、この人。まあ、初めっから言うけど、俺の9番さん投票で俺の新要素取ってほしいです。俺がもし、人外だったら生存意欲出すから。だから一番さん投票、6番さん投票してるから。2番さんの投票放棄見て、これ。4番さんはそれでも2番さんの狂人を追いますか？マジでグレー詰められない村の弱さ、安定進行しか取れない村の弱さです。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番、1番の遺言を発表してください。まああのね、3番はね、間違えてるよ。だから3は霊能1周目に出てって言ってるんだ。それで霊能の対抗を出させて自分がレースラーするのかなと思って、そこまで俺は深読みしただけで、そこを間違えたっていう感じ。
みんな間違えて受け取った。だから3を捏造してるから、3はだから霊能1周目出てって言ってるんだよ。自分が霊能の場合太鼓出てほしいからね。一角しても旨味ないから。だからそういう発言するかなと思って、レスラーだと思ったっていう発言を残した。そこに限って、だから3は自分新占いなのに何太鼓出てとか言って、そういう発言をしてるっていうのをみんなに分かってもらいたいかなと思ってる。9は釣らないでよ。僕死んだから、絶対どっか3か6か9に黒打つけど、9は白だから。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。結果は？あ、1黒か。よし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 。まあじゃあ普通に、6死んだと思うけどね。どうだろう、ちょっとわかんないな。正直クロストでいいと思う。俺騎士ですね。太鼓いないですか？はい。あ、クロストでいいと思います。霊能師さん飲んでくださいね。2か7かな。わからんな。2番さんの方が発言おかしいと思った。1番さんが7番さんのことぶったたいてるから、ライン切りかなっていうのもあるんで。俺はやや7から行きたいかな。正直一番その7殴りって結構不当だと思ったかな。なんて言ってたっけ、ちょっと誰か拾って忘れたけど、ちょっと一番その7とだけ結構不当だと思ったからライン切りに見えてる。はい、ちょっとクロストかどうかだけだ、まあちゃんとみんな一言言ってねっていう感じ。2も怪しいと思うけどな。で、6か3が死んで、6が5、3が2か。7かな、俺は。わかんないけどね、2か5か、わかんないけど。ちょっと一旦7な気がする、俺は。ちょっと議論してください。以上です。2番のプレイヤーが発言します。3番のプレイヤーが発言します。はい。
2番さんが寝落ちしてるってこと考えて、6番目線って2のまだ色分かってないでしょ。2番釣り全然飲めるよ。俺もほぼほぼ、だって、結局は今日グレーズめでしょ？今日グレーズめでしょ？盤面的に。6強靭だから、6強靭だから、グレーズめで2番釣り全然飲める。まあ、俺目線早く終わらすんだったら、霊能誰だっけ？霊能誰だっけ？あ、例の4番さん。じゃあ5番か7番か言ってもらいたいんだけど。てかね、9番さん出てきてほしかった、普通に。俺昨日9投票してる時点で出てきてほしかったんだけど。なんで出てこなかったん？マジ9番さんって怪しいからね、俺の位置からして。でもね、7番さんって考えられないんだよね。7番さんって1周目から俺のこと叩いてるでしょ。占い師入ってきてる行動してるから、7番さんってありえないと思うんだよな。そしたら5番さんしか残んないんだけど、5番さんしか。やだなぁ。これ5番さんと戦いたくねえわ。今日グレーズめ。6番さん、強靭だからどこに人狼いるかわかんないから、まぁ、全然2番釣りは飲めるけど、早く終わらすんだったら5、7どっちか。4番のプレイヤーが発言します。3番強靭かなぁ。いや、1番で黒出たんだけど、9番さんさ、5番ないと思います？ 5 番さんのまあ投票変えたのはなんでかなって思うから、5番さんのそのターンの時に言ってほしいんだけど、3番さんって、あの、決戦の時に、なんかめっちゃ釣られに来てる感があったから、3番強靭で白色見せたいのかなと思って1番投票にしてみました。かなぁ。9番さん騎士だから、私7番さんそこまで黒いなって思ってなくて、8番さん真っ白だなって思ってたから。いや、なんで8番さん噛まれたんかな。騎士だと思った。8番さん騎士っぽくはなかったから、まあ、なんだろう、戦略がわかんねえんだよな。1黒見せて、誰か逃げ切るってことではもうなんか、3番さんが強靭っぽくしてる狼なのかなとかも思っちゃってるけど。5番さんどうです？ 3 番さん目線、5番さん狼になっちゃうみたいなんですけど。それ聞かせてほしいかなって思ってます。今日2番さん寝ちゃってるんだったら2番さん釣るしかないかなって思ってます。だし3番さんの目線って、まあ、2番釣りでもいいってもちろん言ってるけれども、しかし、3番さんって今日生き残れれば、7、5、どっちか占って、まあ6番黒っていう目線が3番さんから一つも感じられないからなぜって思ってるっていうところかな。3番にせっぽいんだけどな、6番さんの発言聞いてないけど。今日2番さん寝てるんだったら。2番さん帰ってきたんだったらチャットお願いします。以上です。5番のプレイヤーが発言します。だけん、わからんか、4番さん。3番って完全なる強アピってことがわかんない。9番さんに言えとる時点で、この人1周目グレーズリーとか言ってんだよ。ね、1、9しろっとるよ。で、投票は俺は1いっちゃったけど、9番さんってのは、俺は3に入れてなんか、3が来ると思ってるからね。で、あ、今日かと、あ、まあ1の、あ、まあいいや、その話はあと、まず9は1に入れとる時点でちゃうやん。もう。ってことは3番さんって9番さんって占う必要なかった。と俺は思いますけどね。あの、出て欲しかったじゃなくて、あなたグレーを投票するんじゃなかったんですかって思ったけど。はい。だから3の新要素なんて一つもないんですよね。だから俺投票先もね、自分で間違ってないと思ってるし、まあ1、結果は1黒だったんだけどもね。はい。まず3番さんに関して、6を強で追ってて、1号ローで追うのであれば、6が初日、大にしろだから、1がローってのは、1が1号であれば、1番さんってのは占い師で出なくてもいいっていう考察がないうちで3番に偽かなと思いますけどね。僕の言ってること間違ってますかね。はい。で、今日2番さん行くんですかね。はい。このまま寝かせてもいいんじゃないですかね。2番さんだって寝てるから、しかも、髪起きてる時点で違う気がしますけど。はい。3番さんは偽でしかないですよ。っていうのを落としておきますね。僕は。6番
のプレイヤーが発言します。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。接続切れや寝落ちというか発言ないのが多いですね。で、言っていくんですけど、まずね、昨日は一番最初に6番に投票した理由なんですけども、8番さんだったっけなが言ってた確かになって思ったことがあって、新郎で、新郎を追って、3番がないなって、言ったときに、違います。ごめんなさい。今の忘れてください。ごめんなさい。今の、あれ、完全に間違ったな。まあ今一応言おうとしたことは、3番が新郎ないって言って、そこに5番と6番が過剰に反応してるから、5番今日の6郎で、なんか釣り切っちゃダメなのかなって思ってたんだが、3番ってそうだね。3番は白郎ないって言ってるのか。あ、ごめんなさい。勘違いしました。ただね、6番のね、占い理由とね、理由を聞いてないから何とも言えないが、6番の占い師って俺じゃないか。俺は唯一一番最初に6番に投票している人物だから、6番の占い師って俺だと思うんだけどな。うん。で、そうなってくると、俺目線って5番になり、なるんだけど。で、その後1番に入れた理由としては、なんか1番の考察がしっくり来なかったっていうのと、まあそんな感じでしたね。でね、あのね、4番が8番白いって、俺そう思わなくて、8番って結局釣り1も上げなかった。俺白いとは思ってないんだよ。全プレイヤーの8その疑いには、どんな根拠があるの？7番のプレイヤーが発言します。え、24が来てるの？あれ、2番いるの？え、2番何してたの、あなた。でね、今日3番は結構ありえないと思ってますよ。だから今日は、7号の欄になっちゃったから、7号のどちらかに来てください。うん、今日、グレーを完全に詰めるべきだと思ってますから。で、そうだな。え、5番に行ってるのが37か。3番し、なんかね、3番はね、あって、今日で6進、5進だったときは、俺目線は2番が黒になるのか。まあ、多分5番、けどなんで5番俺に投票してないんだろう。そこが気になるな。あれ、5番投票してない？
あ、3。5番のプレイヤーが発言します。いや、なんであんたそんなに6のシーンを追って3に投票できないの？なんで？後から俺と戦うのが怖いんですか？ 7 番さん。だから僕を狂人で置いてるんですか？人狼ですか？え、7番さん目線で僕を狂人で置いてあるのであれば、あなたは6番さん行かなければいけないのに、6のシーンを追ってなんで3に行けないのってなるでしょ。下手くそですか、7番さん。はい。で、今日グレーから行くって何ですか？グレーとは何ですか？あなたは PP 防止すらできないんですか？はい。なんで7番さんは3釣りを飲めないんですか？ 6 番さんは初日僕に白出してますよ。別にこうなった以上7釣りでも全然いいと思いますけれどね。僕の言ってることが間違ってますか？ 3 番のプレイヤーが発言します。はい、間違っております。昨日1番さんで黒が出たので、今日はグレー詰め以外ないです。無能な9番の狩人と5番の人狼が余計なことをするので、僕が発言をしなきゃいけなくなりました。なので発言をしていきたいと思います。5番さんの偽要素は、1番さんが黒出ているのに狂人を釣りに行くという縄を増やさせる人狼ムーブです。でも5番さんで終わらなければ、僕は7番さんに行きます。僕目線5と7を釣り切れば終わります。新狼狼ありえません。新狼狼三振用盤面で新狼狼釣り切りが 100% 起こりかねない場面で、人狼はそんなリスク背負ってきません。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。何言ってんだよ、俺を悪者扱いすんな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。まあいいや、俺釣り切な、俺まあいいよ、あの俺釣っても、まあ57釣り切ってくれ。勝ち、何が勝ちなの、何が勝ちなの。あ、9番人外なの。え、待って待って、9番人外なの。え、勝ちじゃなくね。どうしたどうしたどうした。え、9番人外じゃなくね。だってどういうことどういうこと。9番ローってこと。9番がローで19ローローで6強人ってこと。え、ありえないでしょ。何何何何何。あ、村勝ちってこと。ああ、はい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 、なるほどね。まあとりあえずまあ僕釣りでもいいんだが、あの5番さん7番さんは言ってくれ。6番は強靭だから。マジやばいって。9番シンカリなんでしょ。9番シンカリだったらさ、病気だぜ。うん、マジで多分2番ブチ切れると思うよ。マジありえねえから、占い釣りなんて。心境盤面だよ。黒釣れてんだよ昨日。あのこのゲームって強靭を釣るゲームなんですか。5番さん9番さん、これは人狼を釣るゲームですよ。人狼を釣るゲームなのに、狂人を探しに行く無能な村陣営1名と、人狼陣営の人狼さん、まあ多分5番さん人狼だと思ってんだけど、俺が占えなくなったってことで5と7の色が見えなくなってから、5と7釣り切って以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。
2番のプレイヤーが発言します。あのさ、5番と7番釣れば終わるゲームだろ。これ何考えてんだよ。6番が俺に入れてる時点で3番の方が死んだろうよ。何考えてんだよ、この4番と9番と役に立たねえやつはよ。5番でも7番でも釣ればいいんだろうよ。何考えてんだよ、このゲームよ。結局こうやって分かんなくなるんだぞ。6番の芯がないこと？本当に4と9が無能なんだよ。お前らはちゃんと進路させやり直せよ。俺は寝ていたから無理なんだよ。6破綻ね。俺は2日目の3番の発言の後に起きたんだよ。うん。だから俺は隠しろなの。6番が2投票してる時点でもう芯はないの。3番が芯なの。4球のせいで負けたからな、このゲーム。お前らのせいで負けるんだよ。トニーよ、いい加減にしろ、思ったよ。4番のプレイヤーが発言します。もう2番さんも3番さんも楽しそうでいいかなと思ってます。3番さん芯は追えないよ。2番さん目線6破綻って6破綻6破綻って言ってたけど、いや村目線は分からんし、なんかすまんの4球が無能で、2番さん寝ちゃってたやんって思ってたけどね。6番さん死んでみるんだったら57白だから2番さんしかいないからっていうかな。いや16ローローはどうなの、どうなの、わかんねえな。どうする、6番さん仕事終わったから6番さん行く。いやこれ3番さん死んだったらどうしようって思いますよ。楽しそうだったけど。以上。5番のプレイヤーが発言します。いやもう7いって終わりっすよ、こんな。7いって終わりっすよ。はい。他に言うことありますかね。2番ってのは寝てたからカメラっていうのは合ってるし。うん。だから2番さんって僕の言ってることが伝わんないんですよ。ね。もう一回言いますよ。なんで7しろな、6番って。は？どういうことこれ、マジで。だから俺さ、初日から言ってんじゃん。昨日言ったじゃん。6強の、初日に俺しろ、1の占いは弱いからないだろって。だから1号ってのはないって言ってんじゃん。ね。なんでその発言が汲み取れないんですか？6強7ローか。それならそうか。ああ、わかった。そういうことか。7番さんってなけんか。だから6を死んで置いて、3釣りを飲めない。俺釣り。ああ、そういうことか。ああ、そういうことか。わかった。2番さん、4番さん、わかった。そういうことか。7目線6の強が分かっとるけん、6を新目で置いて俺、強人を釣るゲームって3番も言ってるのに、7ってのは俺を釣りをしてるからね。はい。6番のプレイヤーが発言します。7番のプレイヤーが発言します。はい、そもそも俺別に6番を信用機なんかしてないし、6番は6番に背負った時5番があるからってそういうことを言っただけなんだけど、でしかも、1号のつながりがないっていうのは不自然すぎるし、それが謎だし、でしかも4番が俺に来た理由じゃない、その1番の、2日目に行った理由が浅すぎたからとか、それ以外が全くわかんないんだけど、しかも、5番の俺の要素の一つとして、占いに行けない、強人がなんとかとか言ってたんだけど、あの盤面って普通クロストで、PP が絶対起きないからグレー詰め盤面しかないんだよ。うん。で、しかもそれで5番、3番に行ってるんでしょ。おかしいだろ。
何を考えてるの、あなたは。どこを死んだと思ってるの。うん。あそこで占い行くのは本当に完全に決め打ちできる時だけだよ。普通にグレー詰め盤面で、それから占いの精査なんだよ。何してるの、5番って。村だったとしてもいらないだろ、こんなやつ。そもそも。分かってないもん。で、ね、2番はね、で、2番が、6神で、ギフトやめて。ギフトやめて。3神に、だからね、2を釣り切ったら勝てるんだが、普通に5番で終わるんじゃないかなって思うけど、今日とりあえず、全プレイヤーの発言が終了。その疑いには、どんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。え、行かれてるの？え、誰？どっち？人狼？どっち人狼？5でしょ。え、2番大丈夫か？9、1000番も何も、2番。ここはもう6釣りしかないだろう。いやー、ダメだな。なんで5番のこんな真っ黒なのにわからないんだよ。ああ、ムカつきますね、これ。9のせいで負けて、最終的にあなたのせいでしょ。あなたが5番いっとけば勝てたんだよ。まあ、9も3に行くのは意味がわからないが、うん、ただね、それを2番はね、あなたはね、急のせいだけにするのは違うよ。あなたの投票で負けてるんだから。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番、5番のプレイヤーが発言します。まあちょっと俺は本当ずっと初日から思っとったけど、お前1番調子なんだよ。おいこら。おい。いや俺人狼ね。1番お前調子なんだよ。まず、6が今日で、6が今日で俺に白を打っとることから1ってのはお前出なくてよかったんだよ。なんでおめでたんだよ。なあ。もうほんと村がバカだったから勝つだけによかったけど。うん、マジでよかったわ。うん。あ、2番さん、もう意味ないよ。あなた寝とって髪起きとる時点でもう俺のローってのは6分かっとるけんね。はい、2つって以上。6番のプレイヤーが発言します。2番のプレイヤーが発言します。うん、7と9のせいで負けてんだから、特に9番が先般なんだから9番を謝罪しろよ。3番と6番で票を見たら6番が2に入れてる時点で6番の芯はないし、3番が死んだのに3番に入れて村勝ちだっていう無能、超絶無能のやつがいたらもう先般レベルだからな。7が言ってる、9番が先般だろ、間違いなく7、5に行くんだよ絶対に。
クロス取って分かってんのかよ。クロス取ってまずよ。9番って頭の中大丈夫かよ。進路追ってんのかよ。クロスともできない騎士がいて、村勝ち、お前のせいで負けたんだよ。7番は9番を怒れないことが論外なんだよ。論外プレイヤーなんだよ。9番のふざけんな。9番のせいで負けたんだ。それを言えないことがお前の責任だよ。7番とは問題なのはそれなんだよ。9番が悪いんだよ、このゲーム。5-7を釣れなかった9番が悪いんだよ。3番が死んだろよ。ゲームを二度とするな、7、9番。全プレイヤーの発言が終了しました。何言ってんだよ。俺を悪者扱いすんな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。お前一番調子乗んなよ、おめえ。何出てんだよ。